アイルワースのモナリザアイルワースのモナリザは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、もう一枚のモナリザとされる絵画。16世紀の作品であるルーブルのモナリザよりも、モデルが若いことが特徴で、構図もほぼ同じであり、心眼が議論されている。1913年にアートコレクターのヒューブレーカーが、サマセットの貴族の家からこの絵を発見し、ロンドンのアイルワースにあるアトリエに運び込んだ。この絵は、 第一次世界大戦中に安全な保管場所を求めてアメリカへ渡り戦後になってからイタリアで調査が行われた。1960年代にアメリカ人のヘンリー・ピューリッツァーが購入し絵をスイスの金庫に保管するとともにモナリザはどこにいるというタイトルの本を自分の会社であるピューリッツァープレスから出版しこの絵こそレオーナルドが描いたリザデルジュコンドの 肖像画だという説を唱えた。ピューリツァーの死後も絵はしばらくの間金庫に収められたままだったが、2008年に匿名の財団が購入している。岩屈の聖母同様、レオナルドが2枚のモナリザを描いたという説は16世紀から語られていた。ピューリツァーを含めこの絵をレオナルドの作とする人間が依拠しているのは電気作家バザーリである。 彼はレオナルドが1503年にモナリザを描き始め未完成のままに終わったと書いていたのである。さらに同時代の画家ラファイロがモナリザをスケッチしており、それにはルーブル版のモナリザにはない円柱が書き込まれていたことも新作説を補強する材料となった。アイルワース版に描かれた女性はルーブルのモナリザよりも10歳ほど若く見える。作品としては ルーブルのものよりやや大きく、色も鮮やかである。姿勢や顔つきなどはよく似ているが、背景は異なり、これまでの新作説をなぞるように、未完成な部分を残し、両側に円柱も描かれている。美術史屋のデビット・フェルドマンによれば、非常に初歩的な数学的分析の結果、腰掛ける二人のあらゆる要素が正確に同じ位置にあることも分かったという。 このフェルドマンもメンバーであるスイスのチューリッヒに本拠、奥 NPO モナ・リザ財団は35年以上にわたる調査をもとにあらゆる角度からこの絵がモナリザの初期バージョンであると結論づけた。一方、オックスフォード大学の教授マーティン・ケンプは直接この絵を干渉したことはないことを認めつつ模写であると主張している。彼によれば、アイルワースのモナリザは 女性のベールや髪の毛のほか、衣服を覆う透明な層、手の組み方といったオリジナルの繊細なディテールを写し、損ねており、また模作にありがちなことだが、背景の大気と女性の表情にも捉えどころのない、深みが欠けていること、さらにレオナルドが好んだキータではなく、カンバスに描かれていることなども新作であることを疑わせるとしている。また、ケンプは、 赤外線反射光と X 線による検査もこの絵の作者がレオナルドではないことを示していると述べており、モナリザが若く見えるのもあくまでも放射がそのように描いたからではないかと語っている。なお、ルーブル美術館はアイルワース版に関しコメントを拒否している。ありがとうございます。